人の体の中で発見された最も大きな寄生虫の大きさ、はいはい、わぁ結構えぐい。ゾウが止まらない。ザッ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 そうだな。第5ですか。5ですな。皆さんのおかげでね、もう大好評となってまいりました。ゾッとする雑学王という来ましたよ。本日も賞金5000円をかけてさ、はい、もうこれが絶対欲しいていきますということで、まあ、お前ら本日はXさんの財布からまずバカタレないですね。フローセンしかないだろ。なんでや、最悪やん。俺あるわ。これ本当は 1000円ずつみんな出して5000円なんで。え、これ正義も出してるってことだ。そう。なんで知らないですボランティア役やん。優勝できないの。優勝できない参加費ということで、はいはい、参加費さあ、ということで本日も僕が独断と偏見で1位を決めていく。イエーイ。1人2回ずつ発表する権利がございます。わし、でも正義の独断と偏見だから、もう正義の壺を押さえていくっていうのもポイントとなってきますよね。まあまあそうだぞ。本日どちらからいきますか。運命のじゃんけんか。最初グーじゃんけんぽい。あれからスタート。高校で。高校。スタイルダンジョン。ライオンってすごいですよね。なんであんな百獣の王って呼ばれるか。強いから。そう。もっと残酷なお話があるんです。オス同士の戦いあるでしょ。もうすごい戦い。はい。バーン負けました。負けたオスの子供たち全員やるんですよ。くない。やってること歓喜や。オスってだって。メスをめぐって争う。ありがとうございました。うそー。まあまあ弱い。今見ましたか。これ壺押さえれてません。こういうことです。これマジで1ミリもゾッとしてない。それこそ草食系の家族なんてもう無条件に殺される。確かに。もっとゾッとします。かわいそうやな。すごいな。うわうわうわ。痛いでも疲れてる。京平さん、まあ我々さ、こういう職業から香水って結構使うじゃん。香水の大半人の糞が使われます。人の糞って結構匂いをね、後まで残すようにできてるらしいの。うん、だから臭い。あんなに。嘘じゃん。大嘘。嘘やん。これ本当なんですよ。しかも人の糞は使わないでしょ。うん、まあ後で調べますじゃあ。弱っ。もうこれは弱いわ。これ弱い。これやばいよ。あ、今日もう僕優勝ですわ。もうこれは弱いね。何でしたっけ。天童さん。いや、もう天童がちょっと変わる。15%ぐらいで天童さんは演歌歌う人。人間って1年間に 450g 食品から虫を摂取しています。ピンとこない。ピンとこない。食品あるじゃん、なんかまあまあ少ないな。天童さん、頼みますよ。2013年にロシアに隕石が落ちた事件わかります？わかんない。ちょっと知らないな。もう結構デカめの隕石で、被害者が1200人以上は登ったと言われているんです。次にこのスケールの隕石が降る可能性、100年に一度なんです。で、その隕石が日本に落ちてきた場合、うん、被害者1200万人に上ると言われています。マジで？よし、2周目勝負やー。マジで？1周目はもうちょっとね、いつもと違ってなんだか、もう僕のツボは全く刺激されてない。ちゃんと調べてますもんね。ちゃんと調べてますからね。そんな生半可な態度で動画撮ってないですもんね。生半可じゃないですよ。じゃあ、お願いします。ケムシとかっているじゃないですか。ベネズエラのヤママユカ、それの幼虫の時のケムシがいるんですよ。これちょっと見ていただきたいんですけど、あ、画像系ね。あ、前回の反省を生かしてね。こちらになるんですけど、うわ、気持ち悪いじゃないですか。気持ち悪い。これがまあ成虫なんですけど、え、こいつなんとこれまでに500人の人が来てます。え、どういうこと。これがただただ刺して切る。毒500人。毒がやばい。毒がやばい。猛毒で、季節によってはそれ大量発生する。だからこんだけ設置しておいてもこれ気持ち悪いでしょ。気持ち悪いよね。気持ち悪いよ。ありがとう。ありがとう。そんな怖くねえよ。そんな怖くねえ。いや、まあまあ今日ならまあまあいい方。いや、結構怖いと思いますよ。京平さんお願いします。はい。地震なんだけど、世界で起こる震度5以上の地震の 20% が日本で起こってます。あぁ、それやばいな。なるほど。国が半端ないね。 20% を占めてるの。プレートがあってね、地上に、うん、
日本だけ4つ重なってるんだよ。なるほど。だから全部こうずれずれてくる。4つも重なってる、だから芯が芯の5以上しかも。テイストのやつも全然ゾッとはしない。あ、しない、あ、しないか。あれ、あ、この前のレベル高すぎた。じゃあ大輝さん。はい、人の体の中で発見された寄生虫、最も大きな寄生虫の大きさ、はい、1.6メートルです。うわ、結構えぐい。あ、えぐいかもこれ。ちなみに画像あります。やばい、いや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 、やばい。これちなみに韓国の8歳の子から、ゾウが止まらない。うわ、これやばいぞ。やばい。これ韓国の8歳の子から発見された寄生虫です。見るのも怖い。うわ、まあ、見るのも怖い。 1.6メートルって強兵ぐらいじゃない。 1.6メートル、 1.6 だから。ほら、こいつです。これ1.6。これが 1.6メートルから、あの韓国の生、その8歳の子から出てきました。マジ？調べれば出てきます。これが体に入ってるわけでしょ。入ってます、はい、入ってました。いやいやいや、まずどうやって入るのこれ。寄生虫って、だからその育ってった、育ってんのか。うわ、だからよく YouTube とか僕見るんですけど、こう引っこ抜くときに6体とかも中に入ってる時ありますからね。6体、6体とかもありますよ。除去してる画像とかも、動画とかもあるんで。いいの落ちてきたー。これはやばい。はいはいはい、寄生虫とかずるいわ。これは強いわ。こういうことですよ。ゾゾゾゾぐらいまでいかないと、やっぱゾっていかないですよ。これはマジかー。マジかー。いや、やられた。いや、まさかの大って言っても、大体なんかさ、この30センチぐらいかなみたいな感じじゃん。あー、からのこの、うーわえぐっ。どうぞー。いけますな。いや、もういけますよ。これもしかしたら自分も体験するかもしれない系の。あ、本当にいけるんだ。出た出た出た、そのお願いします。そういう系のやつです。人間の遺体って死亡が確認されてから1週間から2週間ぐらいで、たまに目がパチって開く時がある。それで生き返る人も何人かはいるわけよ。でもほとんどはそのまま絶命してしまう。なんでかっていうと、目はずっと開いてるんだけど、体の腐食は止まらないから、目開けた状態でどんどん体がもうどん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 崩れていく。腐っていくわけ、どんどん体が。ちょっと遠ざけてみます。え、なかなか怖くない？でもこれ全然怖くない、リアリティだし。まあ、そう、体験しないから。体験しえるから。何がみたいな。3つ目ある人、何人いますか？2人。俺はいいや。ここはあえてターボーさん。おー、はい、そうだよね、ここはね。マサイ族ってさ、なんかこう槍を持ってこう、なんか動物を飼ってる。ちょっとしねえよ。はい、次行きましょう。あれ、あれ、一体ありますね。うわー、あるぜ。やばいです、タモス。タモス、やばいな。チャコに戻りたい。邪魔なの。だってそれでゾッとすると思う。じゃあ最後のチャンスです、どうぞ。エメラルドゴキブリバチっていう、あの蜂がいるんですけど、なぜゴキブリバチと言われるか。うん、まあ、ゴキブリいますよね。その蜂パーってきます。はい、ゴキブリいます。ザザザザになってます。ザッ刺します。ほんならそのゴキブリがで、麻痺してガーッと止まってですね、その間に卵を産みつけるんですよ。ゴキブリ、そのゴキブリの中にいるもう何百個の卵が羽化して、ゴキブリの殻をバーンって破って出てきて、全員成虫になるんですよ。気持ち悪いな。気持ち悪いな、それ。それだからエメラルドゴキブリバチって言うんですけど、こいつなんですよ。すごい色してる。エメラルドや。こいつがもう中からビャーン飛び出して、出てきて、そりゃすごい。すごい。結構、気持ち悪い。気持ち悪い、気持ち悪い。すごいと思ってねえぞ。さあ、ということで、全部終わりということで。まあ、結果発表ですか？結果発表ですね。こちらは。すごいね。もう、これまでの。心臓を捧げ。本日第5回ゾッザツ優勝。大輝さん、でしょうよ。でしょうね。でしょうね。これは勝つ余裕があった。でしょうね。よしよしよし、一発がでかかった。さよなら満塁ホームラン。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、まあ、ちょっとね、今回前回と比べてちょっとね、劣化が見られましたので、すいません。次の、参加費は1人2000円。やば、ずっと行くと賞金
1万円やばい絶対高そう絶対そう分かりやすく、多分グレード上がっていくと思うんで皆さんね、いつも大好評いただいてるゾッザツですからゾゾゾゾっていうやつ持ってきてくださいはいそうですねということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますよろしくお願いします高評価1万ですぐ、次のね、1万円バージョンのゾッザツを上げたいと思いますやばいってやばいよろしくお願いいたしますお願いしますそれでは次のザザザでお会いしましょう。バイビーバイビー